イスラエル軍によるパレスチナ・ガザ地区への侵攻が続く中、医療支援を続ける道内の団体が今週現地に向かい医療支援を行うことを決めました。フリーフリーパレスタイン、フリーフリーパレスタイン。東京新宿の街中でイスラエルのガザ侵攻に抗議の声を上げる男性がいます。俳優の古澤雄介さんです。パレスチナのガザ地区で今多くの人々が大量に殺されている。古澤さんは去年10月のガザ侵攻以来毎日たった一人で反対を訴え続けてきました。自分は義務だと思っている、責務って言いますか、民主主義社会に生きる人間としての義務として、俳優としての特性を生かして街に立っている感じです。古澤さんの活動は CNN など多くの海外メディアが取材するなど世界から注目を集めていて、たった一人で始めた活動の輪は静かに広がっています。10年以上にわたりパレスチナで医療支援を続ける北海道パレスチナ医療奉仕団。おととい、ヨルダン川西岸の難民キャンプで医療支援活動を行う計画を発表しました。今週7日、メンバー4人が出発し、1週間ほど現地で活動する予定です。軍隊が入ってきて、こういう動画がほぼ毎日送られてきます、現地から。現地ではガザ地区だけでなく、ヨルダン川西岸でも、イスラエルからの入植者によるパレスチナ人への暴力や、イスラエルの治安部隊との衝突などが相次ぎ、死者は500人に上るといいます。子どもたちに少しでも希望を持ってもらうと、北海道からパレスチナに、応援に行くのがまた来たという、今回15回目になりますけど、そのことを思いを届けたいということですね。猫塚さんのもとに全国から寄せられた平和を祈る折り紙、医薬品とともにパレスチナの人たちに届けられます。痛み止めですね。猫塚さんらは医療支援活動の中でスポーツを通じて子どもたちの精神的なケアも行う予定です。